何か思い出したことやお心当たりのあることはありませんか吉川由里さんは2003年5月大阪府熊取町で小学校から下校する途中に行方がわからなくなりました今年は新型コロナウイルスの影響で現場近くの駅などにチラシを置いたほか JR 大阪駅前の大型ビジョンで情報提供が呼びかけられました 警察によるとこれまでに4800件ほどの情報提供があり現場近くでトヨタの白いクラウンが目撃されています。どのような些細な情報でも結構ですので捜査本部に情報を提供していただき一日でも事件を早く解決したいと考えております。有力な情報には国から最高で300万円が支払われます。